サイバトロンはトランスフォーマーシリーズに登場する架空の組織。英語版ではほとんどの作品でオートボッツと呼ぶ。日本語版ではほとんどの作品でサイバトロンに統一されていたが2007年の実写映画版公開以降は日本でも英語版に準拠したオートボットと呼ばれるようになった。日本版ではオートボッツの単数形であるオートボットが どのサブグループにも属さないサイバトロン選手の意で用いられることがある。サイバトロンは民間用ロボットを祖先とする惑星セイバートロンに住む種族である。約1000万年前からデストロンと対立している。対立が始まって早期に変形能力を身につけ、これを生かしたゲリラ戦により戦闘力で勝るデストロンに対抗していた。900万年前にオライオンパックス。 オリオンパックスが戦闘中に瀕死の重傷を負い、長老のアルファートリーン手によって改造を受けた。彼はオプティマスコンボイ、オプティマスプライムとして蘇り、サイバトロンを導く役割を担うようになった。400万年前にセイーバートロンのエネルギー危機が深刻化したため、コンボイ率いるサイバトロンはエネルギー探索のために外宇宙に出発する。 それを阻止しようとするデストロンと戦闘中に地球の引力に引かれて不時着し機能停止状態に陥った。それから1985年に蘇生したサイバトロンはその活動内容を地球のエネルギーを奪おうとするデストロンを阻止するという方向に移行した。サイバトロンは構成員の多くが引いてた特技を持つ技能者、集団であり、 クリフのような純粋な戦闘要因は少数派である。その一方で、ホイールジャックやパーセプター、ビーチコンバーのようなデストロンには見られない学者肌の人物が目立つ。性格は温和で、人間との交流もスムーズである。総司令官コンボイは支配者ではなく、あくまでまとめ役としての任を成している。故に、コンボイの不在時、及び彼が、 行動不能な状態であっても、まとまった行動が可能である。メガトロンによるワンマン経営であるデストロンとは対照的である。こうした組織構成はサイバトロン総司令官の選出方法に原因がある可能性がある。サイバトロン総司令官はマトリクスという神秘的存在により選ばれる。マトリクスは指揮官としての経験や実務能力を 重視するのではなく、勇気や信念など、別の側面で総司令官を選んでいるようである。応用で信頼は厚いが、私にいい考えがあるに象徴されるように、作戦立案能力は、メガトロンに劣る、コンボイ、有猛果敢で、楽天的だが、経験不足と、精神的重圧に苦しみ続けたホットロディマスコンボイ、の二人は、全能の才能を持つわけではない。 そのために、周囲のサポートが欠かせないため、必然的に強固な結束力を持つこととなる。そのせいかナンバー2が、複数いることもあり、コンボイ司令官の時代にはマイスター、プロール、アイアンハイドの3人がそれぞれ違った側面で、ナンバー2を務めていた。戦力面では、オートボッツの英語名の通り、構成員のほとんどが自動車に変形し、 地上戦力に飛んでいる反面、航空戦力は非常に貧弱である。ランボルのような飛行用バックパックを持つものや、新規開発された大のボット部隊といった飛行能力を持つ戦士を航空戦力に当てているのだが、デストロンの面々と比較すると、航続距離や機動性は圧倒的に劣っている上、デストロンにはジェットロンという本職の航空部隊が主力として、 はじめから存在したため、ほとんど勝負にならなかった。根本的な解決は、本格的な航空部隊である、エアーボット部隊の登場まで待たねばならなかった。また、祖先が民間用ロボットであり、本来地球にやってきた目的が戦いではなかった。ためか、学術調査やレクリエーション、チャリティーレースの参加等、デストロンと比較すると戦いと関係のない活動を、 喜んで行っている。レクリエーションには、フットボールと地球のスポーツも取り入れられている。後年になると、メタルホークや、スターセーバー等兵器に変形する、ロボット形態でも、空中で機敏に飛行できるなど、デストロンに近い特性を持つサイバトロンも、誕生している。地球人は行きがかり上、サイバトロンとデストロンの戦いに巻き込まれる形となったわけであるが、 サイバトロンの親地球的な姿勢から友好的な方向に動いている。劇中、サイバトロンがエネルギーに困っている描写があまり見られないことからも、そのことが伺える。犯罪捜査への協力、合同での学術調査等、サイバトロンは地球人と良好な関係を保てる、よう積極的に動いている。その一方、地球人にとってサイバトロンは、 初めて知り合った地球外生命という一面を持っている。そのため、サイバトロンは地球人がトランスフォーマーについて知る窓口として働いている部分もある。また、それとは逆に地球の自然や地球人の文化に興味を持つものがサイバトロンの中に出てきている。地球の事物に関する理解度のばらつきは劇中ではユニークな描かれ方をしている。 マイスター、ブロードキャスト、トラックスの3人以外にロックンロールを理解できるサイバトロンがいなかったことは有名である。しかし、己の欲望を満たすためにサイバトロンが邪魔となるものや戦いに巻き込まれて被災したものなどサイバトロンを悪く思っている地球人も登場しておりシリーズ中何度か彼らとの衝突も描かれている。初代 トランスフォーマーの第26から27話、メガトロンの地球征服作戦では、名誉を上げるために邪魔となるサイバトロンを陥れて、地球から追い出そうとする人物が現れ、2010の最終話、コンボイの復活では、被災した地球人科学者の復讐によってサイバトロン、さらには、税ム中の生物が、絶対絶命の危機に陥っている。後期日本アニメシリーズ。 トランスフォーマー超新マスターフォースにおいては人の魂をエネルギー源とするトランステクターと合体した地球人がサイバトロン、デストロンに分かれて戦闘を行う。とはいえ、地球人の総意としては侵略者デストロンから自らを守ってくれるサイバトロンに有効的である。唯一の例外がキスプレである。本作ではある事件がきっかけで 地球人類とサイバトロンの友好関係が破壊され、地球防衛軍により、サイバトロンを含むすべてのトランスフォーマーが敵と勝手に、みなされている。そして本作では、地球人が、デストロン以上の最大の敵になる可能性を明確に、示唆しており、これは、2010最終話の惨劇を暗示しているとも、取れる。同作、第2部では、 メリッサ・フェア・ボーンたちのアイドル活動や、ウルトラマグナス率いる、サイバトロン情報操作班の暗躍など、一度、崩壊した両者の関係を修復するための活動が描かれている。その後の、ヘッドマスターズ、マスター・フォースでは、サイバトロンたちが問題なく地球で活動している、ところから人間との関係は修復されていたように見えるが、 劇中では限られた人間との交流しか描写されず、政府や国家などの公的機関と関連した話は特にない。V の基本設定では、サイバトロンの主導で結成された宇宙平和連合に地球も加入しているとされ、レギュラーキャラ以外にも無名のサイバトロンたちが人類の軍隊と共同で拠点防衛に当たっている描写が散見されている。また、 G-2 冒頭では、サイバトロンとデストロンの間で結ばれようとしていた和平を地球人が手違いでぶち壊しにしている。遥か未来のトランスフォーマーたちが活躍するビースト・ウォーズシリーズでは、地球人類はある存在に絶滅させられた設定になっている。唯一、メタルスでは、大のボットの行いが当時の原始人類の進化に影響を与えたとされる。 カーロボットではサイバトロンは有機少年のみとの関係しか描かれていなかったが一般市民はトランスフォーマーの存在を知っておりサイバトロンが正義デストロンガーが悪の存在であることが認知されていた新世界観のマイクロン伝説スーパーリンクギャラクシーフォースのマイクロン三部作においてはマイクロン伝説ではラッドたち数人の子供のみの 交流だけであったが、続く、スーパーリンクにて、国家レベルで、サイバトロンと協調関係を築いていた。そして、ギャラクシーフォースの場合、再び設定がリセットされ、当初は、コビーたちだけが地球での協力者だったが、後に、政府の人間にも、その存在が知られることとなる。それでも、劇中を見る限りでは表だった。公的関与はなかった。しかし、 後日談では、新スペースブリッジ建設のため地球の調査団を施設としてサイバトロンの船に同乗させるなど、やはり国家的な友好関係を築いたと示唆されている。このように、作品や世界観ごとに多少の差異はあるものの、シリーズ全般を通して見れば、サイバトロンと地球人との関係は、概ね良好なものとして描かれている。 サイバトロン選手の体色と性格に何らかの相関があるかのような描写がある。コンボイ、アイアンハイド、ランボル、クリフといった体色の赤い選手は積極的に前線に飛び出しては負傷し生傷が絶えない傾向が見られる。また、初代第41話アルファートリーンを探せ。での描写より体色が赤い男は女性に好かれやすいのではないかという説がある。 後者の例外としては、スプラングに彼女を取られたホットロディマスの例があるが、最終的には、ザ・ヘッドマスターズでは、最終的に彼女は、クロームドームと恋仲になる。サイバトロンのエンブレムは、オートボットの一人、プロールの顔がモチーフとなっている。新世代の有機物質を含む、蘇生のボディを持つ、幾分小さいトランスフォーマーたちである。デストロン。 プレデコンズも同様であるが、誕生する場所が違うとされる。エンブレムは、ロボット顔そのものだった旧サイバトロンのものと違い、10面の象形文字みたいなものとなっている。オートボッツ、旧サイバトロン、ダセプティコンズ、旧デストロンの長き戦争は、旧サイバトロンの勝利に終わる。旧デストロンとも手を携え、セイバートロン製は、科学技術の飛躍的発達など黄金期を迎えた。 そんな時代に突如もたらされた新種のトランスフォーマーが彼ら、マクシマルズとプレダコンズである。自然発生的に、セイバートロン製の奥地にあるマトリックス、マトリックスから生産される。アメコミ版、G、G-2 などの設定を意識したエイリアンボックの関与があるとされる。とはいえこうした設定は劇中描かれたことのない、いわば裏設定である。彼らは、 セイバートロン星の意思決定機関、最高議会によって統治される。G1 コンボイ、オプティマスプライムもまたこの議会のメンバーであるが、この時代、彼は宇宙探索の旅に出かけているとされている。基本的に何、世紀にもわたって、サイバトロンとデストロンが停戦し共存している平和な時期であるが、ビースト・オーズ、ビースト・オーズ・メタルスでは、トランスフォーマー、 地球人の歴史を大幅に書き換える、恐れのある大変な戦いが行われた。探査船アクサロンの艦長である、ビーストコンボイ、オプティマスプライマルは、その一個小隊と共に、ある危険な実験体の投機任務についていた。そこに、初代破壊大帝メガトロンの後継者を名乗るプレダコン、メガトロン、メガトロンが同士と共に、セーバートロン星に収められていた。 ゴールデンディスクを奪い戦艦で逃走する事件が勃発。アクサロンは追撃に向かうが、彼らは時空間をワープし、名もなき惑星にたどり着く。これがビーストウォーズの発端である。キュートランスフォーマーは金属製のボディを持つが、マクシマルのボディは有機物を含んだ金属で形作られているため、彼らは完全な動物の外見に擬態できる。 魂と言えるスパークと体を形作る有機金属から構成される素体プロトフォームとして生み出される。これに人格用チップを作用させることで完全なマクシマルとして誕生する。なお、ポッドのあるカプセルに保存されることでプロトフォーム状態でも運搬可能である。動物からロボットに変わる際、変身の発生を行う。彼らは、 旧トランスフォーマーたちの意向もあって、外宇宙探索や、そこでの生命体との友好を結ぶことを、主な任務としている。プレダコンとは、基本的な特徴に違いはない。スパークに平和的思考を持つか、攻撃的思考を持つか程度の異である。なお、その攻撃能力などは、擬態化した、生命体にある、程度左右されるようである。 また、擬態化は化石などからもスキャン情報を得ることで、可能である。アーシーのように、オートボットからマクシマルへのアップデートも可能であり、ネオのハインラッドも、ベクターシグマとためを張れるほどの年齢というセリフより、元オートボットであったことが示されている。キュートランスフォーマーと共に、星の繁栄のため活動しており、時空間移動など、非常に高い技術力を持っている。 ネオでは両軍とも飛行可能である。また、リターンズにおいては、セイバートロン製の超コンピューターオラクルにより、より有機化された、テクノオーガニックボディを持つ、新戦士として生まれ変わった。その変身は、トランスフォームコンボイたちのたどり着いた惑星は、人類発祥以前の太古の地球であった。そこは前述のエイリアンの実験場でもあった。彼らは無効外エネルギー。 エネルゴンを星に埋蔵し、さらに、それを用いた施設を建設、人類をより有能なる完全な生命体として進化、させようと試みていた。コンボイたちの時代には、地球人類は絶滅している。そうした羊から、トランスフォーマーや、人類に、様々な影響を及ぼしている。彼らは時空を超えた存在であり、 数百万年単位で幾度もこうした実験を繰り返しているとのことである。エイリアンは地球に到来したトランスフォーマーたちを実験を阻害する異分子として抹殺するべく第二の月に偽装した惑星破壊兵器を発動。コンボイの犠牲で破壊するもののその際に発生したクオンタムサージなるエネルギー波動が惑星全土に放たれそれを受けたトランスフォーマーたちは 体の蘇生に影響を受け、メタルスとして転生する。その後、メガトロンが歴史改変に打って出た行為が大規模な時空稼働を引き起こし、自らの存在自体を脅かす重大な事態になってしまう。彼らは元凶たるメガトロンを排除するため、以前拉致したタイガトロンとエアラザーのボディを融合。さらに、スパークの代わりに、 自らの分隊を移植したエージェント、タイガー・ファルコンを送り込むが、コンボイの説得、タランスの作望、ビースト・ウォーズの集結を受け、目立った活動を停止したようである。なお、この時期、サイバトロンが人類と交流をとって、知識を教えたり、人類の祖先を抹殺しようとしたデストロンから、サイバトロンの戦士が自分の命と引き換えに人類を守り通した。 エピソードがある。実写映画版シリーズにおいて、オートボットは、惑星、サイバトロンに住む種族とされている。オールスパークを奪おうとした、メガトロンが率いるディセプティコンを止めるため、戦いの果てに宇宙に消えた、オールスパークを探して宇宙に、散り散りとなったが、地球にオールスパークの手がかりがあると知って来訪する、ことになる。地球での活動において、 秘密組織セクター7によってバンブルビーが監禁されるという事態こそ発生したがサムやミカエラの尽力により共にディセプティコンと戦う味方であるとアメリカ国防総省に認知された戦いの後トランスフォーマーに関する情報は徹底的に隠蔽されオートボットたちは関係者の愛車等に偽装し潜伏生活を送ることになるがその後のリベンジでは オートボットと米軍が中心となった対ディセプティコン、舞台ネストが創設され、人間とオートボットの全面的な共同戦線が敷かれることとなる。実写映画版オートボット一覧前作品までの設定とは一新されている。全対戦グレート王の勝利によって、総司令官ウルトラマグナスの下、サイバトロン星を掌握に成功し、ディセプティコンを駆逐。以後は彼らが、 サイバトロン星を全面的に統治している。しかし、オプティマス部隊とディセプティコンの生き残りであるメガトロンとの遭遇により地球においてオールスパークをめぐる戦いが勃発することになる。オプティマス部隊と地球人のファーストコンタクトが怪獣化した昆虫の胎児であったことからオートボットは地球人たちに味方と認知され、これ以降もオートボットは 災害救助に馳せ散じるなど G1 機のサイバトロン同様に良好な関係を築く努力を続けている。オートボットと敵対する地球人が存在するのも G1 同様であり、その中にはオールスパークの力や自身の超科学力を悪用する犯罪者たちも含まれる。彼らはディセプティコンと並ぶ敵勢力としてオートボットと何度もぶつかり合っている。ただし、 G1 とは違って、オプティマス部隊以外のオートボットは人間などの有機生命体に対して強い差別意識や偏見意識を持っているものも多数存在する。アニメーテッド版オートボット一覧番組登場のオートボット元親文書管理人だったオライオンパックスが現リーダーであるオプティマスプライムとなって指揮を取りメガトロン率いるディセプティコンに対抗していたが、 セイバートロン製滅亡後は、わずかな部下と共に、地球へ逃れ、現在では、アメリカのジャスパーにある岩山を拠点とし、地球に活動の場を移したディセプティコンの略奪や、破壊行為を阻止するべく地球人の協力も取り付けて、行動している。多数のドローン兵を要しているディセプティコンに比べると、構成員は極端に少なく、基本的に少数精鋭の組織となっている。 プライム版、オートボット一覧。ありがとうございます。